はいどうもこんにちはクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらですね。はい、 2017OB 第5弾登場のターニングポイントが、本日3月7日水曜日の14時59分にね、終了いたしましたので、こちらの結果発表および、報酬開封やっていきたいと思います。はい、まあ、この1週間ね、OB 第5弾が登場となりまして、ターニングポイントのイベントが開催されていたわけなんですけれども、まあ OB 第5弾というところもあって、なかなかその2600のラインナップですね。はい、今まだね、OB 狙い撃ちスカウトがあるんで、スカウトの方にもあるんですが、まあ、OB 第5弾が2600というところで、スピリッツがね2700の選手がすでにベスト9タイトルホルダー等で出ているので、まあ、ちょっとスピリッツの部分は見劣りするといえば見劣りするんですが、ただやっぱり能力がね非常に高い選手、強い選手が多く登場していた OB 第5弾でございました。はい、まあ、OB 第5弾に関してはいろいろ動画を出しておりますので、まあ、過去の動画見てないよという方はぜひ過去の動画を見ていただければというふうに思うんですが、まあ、やっぱり今回ねランキング走った人の中で、まあ、多くね人気を集めたのがこの野村克也選手と、まあ、あとは山内選手かな、まあ、この2選手が結構やっぱり、軸になるのかなというふうに思いました。いろいろツイッターの報告等々を見てても、あとは楽天枠で山崎武史選手とか、あとはまあ岡田選手もそうですし、多かったところで言うとまあそんなとこかな。ただやっぱりピッチャーもですね、山本昌選手とか、鈴木啓史選手とか、この2選手がねオール A を超えていくという形になっておりましたので、非常にね、強い選手が多い段になっておりました。で、まあ、今回僕もですね、ランキングを走る形になったんですが、まあ、もう狙いはねすで、に過去にお話ししてるんで、まあ、長い話は割愛しますが、もうこちらです。はい、平松さんを取りに行きたいと思います。まあ、そんなところで走っていたんですが、結果どうだったのかというところがこちらでございます。はい、で累計ステージポイントが2,394,5757、ランキングが4204位という結果でございました。実はですね、最終日の今日の朝の時点で6700位とかだったのかな、だいぶ低い順位というところからスタートしていたんですけれども、いやこれやばいなと思ってはいましたが、まあボーダーラインをだいたい予想をね、動画も出しておりましたが、ボーダーラインをだいたい予想していた上で、まあ1時間に稼げるポイントがこれぐらいでっていう計算がだいたいねイメージはできていたので、まあいけるなというところで走り始めて、まあ5000位に入りまして、まあその後2500円もちょっとワンチャン目指せる数字ではあったんですが、まあただ本当にギリ目指せる、届くか届かないかぐらいかっていうところだったんですが、まあちょっととりあえずまあ、2500円もさらに伸びたら、まあ、無駄になる可能性もあるなというところで、ちょっと一旦、今回に関しては5000位というところに落ち着こうというふうに思いました。はい、っていう結果で、まあ、最終的に4204位という結果でですね、報酬の方はこちらでございます。はい、5000位の報酬が S ランク自チーム OB 契約書第5弾1枚と40エナジーという報酬ですね。まあ本当は正直言えば S ランク自チーム契約書等々本当に欲しかったんですけれども、まあ正直なかなか今現状狙いの選手、パットン選手もしくは田中健二郎選手、この2選手を自チームSランク契約書から引ける確率っていうのが非常に低いというところと、まあそうですね、その今回本当に OB 第5弾っていうところでありながら、まあ、純正の方がね本当に多く走っていたイメージで、まあ、100位争いも非常に激化していたなというイメージでございました。なのでまあ、結果的にはそうですね、まあ、そこで引けない確率の方が高いので、まあ、可能性確率だけで考えたときに、まあ、今回5000円でいいかなと、まあ、本当は2500円いきたかったですけども、まあ、5000円でいいかなっていうイメージでいました。はい、まあ、やっぱりちょっと今週本当にね、動画も出してますが、侍ジャパンのね、強化試合等々でかなり時間をね、費やしていたので、まあ、今回本当にそんな中で5000円入れたので良かったかなというふうには思ってます。はい、でまあ、過去の動画でも出してますが、まあ、一応ボーダーライン、参考にしていただければというところで、一応僕個人としてもね結構過去の、ランキング動画見返したりもしてるので、一応、上位の方のランキングは映しておきます。はい、100位がここで、まあ、200位とかいいでしょう、300、400、500、1000、2500、4000、5000、7000、1万というところですね。まあ、ほぼほぼ予想ボーダーは今回は結構的中したのかなというふうに思いますが、7000円が若干高くなってるな。1700万予想だったのが1800万近くまで伸びてきてて、まあ、5000円に関しては2400万から2500万ぐらい走りましょうって言っていたんですが、2378万に収まってるので、まあまあ予想の範囲内なのかなという印象ですね。で4000位はまあ飛ばして2500位もちょっと伸びましたね。僕は2600万予想だったんですけども、2700万弱ぐらいまで伸びましたね。はい、あとは1000位も
まあ1000位も3300万台ですね。あと500位が4200万付近というところで予想してましたが、まあまあこの辺も。あとは100位か、100位がやっぱり結構予想以上に伸びたのかなっていうイメージでしたね。まあ最終的なボーダーがここ6600万、あーやっぱ100万ぐらい多分予想外してますね。6500万ぐらいかなと思ってましたが、6600万ぐらいまで伸びてますね。6700万に近いカードを使っていると、うん、ってところ結構伸びてますね。20位もやっぱりなかなか今回は激しい争いになったのかなっていう印象でした。1億全員超えてますもんね。はい、いやー20、21本当に近いですね。うん、この辺の争い本当にでかいですね。まあそんな感じで、今回のターニングポイントの報酬をちょっと受け取っていきましょう。まあちょっとね、今回なかなかすごい面白い動画ではない、面白い動画というか見どころのあるあれではないと思いますが、とりあえず今回この自チーム OB 契約書第5弾を DeNA 自チームにして引いていきます。さあこれで本当に純正オーダーがマジで強化される。まあちょっとその辺のお話も最後して終わりましょう。さあカメラ行きで全部演出が出てからの、まあやっぱりこういうね報酬の時は全部演出が来てくれると非常に嬉しい。さあはい、ということで平松さんを獲得いたしました。まあラインナップ分析の時にも言いましたが、ちょっとこの写真がね、違和感あるというところで最初から言われてましたが、まずこの写真は多分潜在写真なんですよね。試合中の写真ではなくて、なんかで使われた素材の写真なのかなっていうところですね。まあ、なのでちょっとカメラの角度がおかしいっていうのと、あと背番号の上の背ネームかな、ネームの部分は川崎球場がホームだった時に川崎で統一してたらしいです。はい、まあ、そんなエピソードもありましたが、とりあえず今回は平松選手を獲得いたしました。これでですね、非常にオーダー、純正オーダーが強化されます。まず今現状ちょっと2つ純正オーダーを作っておりまして、まあ、スピリッツを重視する方と、コンボを重視する方と。でこのスピリッツ重視もコンボ重視ももちろんどちらもまだまだスピリッツが上がる見込みがあるんですが、まあ、ちょっとスピリッツ重視の方で見ていきますか。ここにこれに今2300の厳しい田中源次郎選手を使ってるんですけれども、ここに平松選手を入れると。でまあ限界突破コーチ等々も使って、2600まで持っていってあげると、まあ先発かなで使おうと思います。はい、でこうしてあげようかなっていう感じです、今のところね。うん、でまあここにやっぱりあとパットンもしくは田中健次郎選手が来ると、まあ、さらに100スピリッツが上がっていくという感じになっております。やっと投手陣もね本当に見栄えが良くなったなっていう感じがしてますね。まあ、OB3 枚今回、今年のね2017年度の OB 選手、いやピッチャー3人来てくれたので非常に大きいなと思いました。うん、個人的にずっとね野手は、まあ、早い段階でオールエースになってたんですが、投手がなかなかね、A ランクが入ってたりっていうところであったんですが、やっとこれでまともなオーダーが組めるかなっていう感じです。はい、これ2600にすると、まあ1000、あ、さっきのオーダーから300アップというところなので、まあ62100、そしてあとまだ育成が完了してないのがこの桑原選手の特訓と、駒田選手の特訓ですね。この2つが全部終われば、まあ、本当に62200、300ぐらいまで見えてくるのかなっていう感じです。まあ、あと勝利の使者等々も称号チャレンジ最後やった時につけられればもっともっと上がっていくかなという感じですね。はい、まあ現状ちょっと TS の選手がね結構野手に関しては入っているんですが、まあこの辺がちょっとどうなってくるかなっていうところでもあります。うん、まあもし仮に白崎選手とかを引けてパワー型まで持っていければ吉村選手とかも外していいですし、うん、まあ、あとはちょっとこれスピリッツ重視なんで、現状だと、まあこっちに一回戻してですね、これに、今スピリッツの方、スピリッツ重視した時の方が9557というコンボなんですが、コンボ重視にした方はちょっとスピリッツが落ちますが、石井拓郎選手ですね、まあ、もしこっちで行こうってなった場合は石井拓郎選手も、まあ、限界突破と2回やってあげて、極めようかなという感じではあります。まあ、来年以降出る可能性ももちろん高いんで、まあ、そこは全然いいかなと思ってますが、こっちだと、はい、9917、まあ、1万弱出てます。でちゃんと多分育成をすれば1万というか特殊能力か、特殊能力の部分が全然低いので、まあ、全然1万超えが見えるかなという感じです。はい、まあ、ちょっとどっちのオーダーでいくかはまた今後、ね、いろいろ試しながら考えていこうかなっていう感じなんですが、まあ、今現状ちょっとこういう2つのオーダーを組んでますよというお話でございました。まあまずはとりあえずね、本日ゲットした平松さんをちょっと育成していきたいなというところですね。まあ、ちょっと1回入れていきましょうか。まあ、平松さんは本当に、
B ランク A ランク使って育成やりながらね、ターニングポイント走っていましたが、まあ、本当にシュートがめちゃめちゃいいですね。やっぱり、うん、すごい使いやすかったです。まあそこが一番ですかね。ここはちょっと対人戦でもどううまく使えればどうにかうまく使えれば非常に強いかなというふうに思いました。うん、まあこの辺はリアタイがぜひぜひ楽しみになってくるなというところですね。まあ能力的にもやっぱり、うん、DeNA の先発で考えるとこれ以上ない能力になると思うので、うん、まあ、平松選手は間違いなく現状 DeNA 純正の中ではエースとしてやっていただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、今そんな感じでねピンポイント補強できたんで、これからもね育成しっかり頑張って、純正最強決定戦にね備えていきたいと思います。はい、でまあ今日すでに1本動画が出てますが、イベントは結構まったりなんですよね。うん、プロスピコロシアムと第2定戦の2つのみなので、まあ間違いなく多分かぶせてイベントは来ると思うんですが、ちょっと今のうちに試練大解放等々やりましてですね、本当に最強決定戦というところで一つでもね上の順位いけるように、頑張って育成していきたいなと思います。はい、まさかで今回の動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、走った方、ランキング今回のイベント走ったよって方は結果をコメントで教えていただければというふうに思います。この動画が面白かったよ、ランキングお疲れ様って方はぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。